画像は知念里奈。女優で歌手の知念里奈さんがインスタグラムで、元夫との間に生まれた長男、井上智恵さんがプロのバレエダンサーとして活躍し、今年の、24時間テレビ47愛は地球を救うのか、でダンサーデビューしたことを明かし、話題になっています。知念里奈さんは2005年8月にモデルの中村健太郎さんと結婚し、 2006年3月に長男、ジエイさんが誕生。しかし、出産後1年の2007年3月にスピード離婚し、同6月に中村健太郎さんが麻薬、コカイン使用容疑で逮捕されました。画像は知念里奈の元旦那、中村健太郎。知念里奈さんは長男の親権を持ち、シングルマザーとなった。2016年7月に俳優の井上義雄さんと再婚し、 2018年6月に次男が誕生した。井上義夫さんは長男が MISIA さんのバックでバレエを披露していたことを興奮気味に報告した。画像は井上義夫。知念里奈の旦那。知念里奈さんがインスタグラムで、K バレエ東京に所属していることを明かしました。18年前から彼を応援しており、未熟な彼ですが、皆様よろしくお願いします。推し勝つ。 画像は知念里奈と井上義雄の長男井上智恵。K バレー、東京のバレエダンサーこの投稿を受けてネット上では手足が長く花があり輝いていましたこれからの活躍にとても期待しています井上義雄さんが誇りに思うとおっしゃる自慢の息子さんのバレエを見たいし応援したい智恵さんが小さな頃からずっと知念さんのブログを介して一方的に知っていて バレエを習っていることはかなり前から話されてたけど、ついにプロに胸熱、などの声が上がっています。知念里奈さんは7月3日放送のバラエティ番組、上田と女が吠える夜に出演した際、後ろ姿の長男との親子にショット写真を公開した上で、身長がすごい高くて、190センチメートルぐらいあるんですけど、バレエダンサーを目指してて、 と明かしていました。また、6月27日放送のポカポカでは井上義夫さんが長男について言及し、もうすぐプロのバレエダンサーになることを明かし、似たような職業だから、この世界、甘くないんだぞって言い続けたら、気づいたらバレエダンサーになることが決まってた、などと語っていました。こうした両親の発言から以前より注目を集めていたのですが、 24時間テレビでのデビューを受けて詳細を明らかにした形となっています。画像は井上自衛。知念里奈と井上義雄の長男でプロのバレエダンサー、井上自衛さんは、7歳から軽バレエスクールでバレエを学び、昨年9月にプロのバレエダンサーを目指して軽バレエアカデミーに入学し、そして今年9月から軽バレー東京に入団しました。受賞歴では、 今年開催の第56回埼玉全国舞踊コンクールクラシックバレエ一部で優勝し2022年の第13回 YBC 横浜バレエコンクールシニア部門でも優勝しています井上自衛さんは今月入団したばかりでダンサーとしての階級は一番下のアーティストですファーストアーティストソリストファーストソリスト プリンシパルソリストプリンシパルといった階級がありプリンシパルが主演級です身長約 190cm で手足が長い井上自衛さんはイギリスで一番大きいロイヤルバレエ団の元プリンシパルで日本を代表するバレエダンサーの熊川哲也さんが主催の K バレエ東京で技術を磨き経験を積んで国内外で活躍する姿を見せてほしいです 女優の知念里奈が、自身のインスタグラムで長男を初めて顔出し公開し、反響を読んでいます。知念は2016年に俳優の井上義雄と結婚し、この日、連れ子である19歳の長男、井上自衛がプロバレエダンサーとして活動することを報告しました。自衛については以前、義雄がメディアでプロバレエダンサーになることを告白しており、 9月よりバレエ団に入団したとのことです。知念はこれまで息子の顔を SNS で公開していませんでしたが、改めて応援を呼びかけています。知念は、2005年にモデルの中村健太郎と結婚。2006年3月に第一子長男が誕生したが、2007年に離婚。その後、2016年7月に吉尾と再婚。 2018年6月に第二子次男が誕生した MODELPRESS 歌手俳優の知念里奈さんが9月2日同月から KBALLET 東京に入団した長男の井上智栄さんを紹介6月放送のバラエティー番組「ポカポカでは知念さんの夫で俳優の井上義雄さんがプロのバレエダンサーになると進路を明かして話題になったばかりです KBALLET 東京にアーティストとして入団知念さんは公式サイト掲載のプロフィール写真を引用しつつ思い返せば18年前生まれた時から私の推しでしたと母心をコメントこれまでは知念さんのインスタグラムに登場することはあっても顔ははっきりと見せない状態でしたが今後は両親と同じく応援される立場となったことで顔出しも解禁に まだまだ未熟な彼ですが、応援していただけたら嬉しいです。皆様よろしくお願いします、と綴りました。知念さんは自衛さんのインスタグラムアカウントもタグ付け、入団祝いのほか、知念里奈さんが長男の井上自衛さんを紹介、井上義雄さんがバレエダンサーになる進路を明かし話題に、知念さんは18年前から息子を推してきたとコメント、インスタグラムで顔出しも解禁。 知念さんは自衛さんのインスタグラムアカウントもタグ付け、自衛さん自身も2日には、バレエをたくさんの方に見ていただけるよう、いいダンサーになれるよう頑張って参ります、と自己紹介に加えて抱負を投稿しています。入団祝いのほか、ご活躍を楽しみにしています。楽しみなダンサーさん、ご活躍ワクワク。24時間テレビで踊ってる姿も、しなやかで素敵でかっこよかったよ。 と早速エールが寄せられています。ネトラボ女優知念里奈が自身のインスタグラムで長男でプロのバレエダンサーとなった井上智恵を紹介知念は18年前から彼を推しており応援を呼びかけている智栄のインスタグラムのアカウントも公開知念は2016年に井上義雄と結婚し長男と次男を授かった義雄は以前 自衛がバレエダンサーになることを語っていた。